Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. はい、今日も始まりましたミスチーフチャンネル。皆さんこんにちは。ミスチーフスタッフの金子です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、何をしていくかと言いますと、今も被ってます。まあ、いつも被ってるんですけど、帽子をですね、ちょっと綺麗にしていこうかなと思いまして、靴のケアなんかは、まあ、有名なものもたくさんありますし、まあ、やり方はいくつかあって、まあ、なんとなくイメージつくと思うんですけれども、帽子ってどうやって手入れしたらいいのかなって思われる方も多いと思うんですよね。頭に被るものなので、意外と汗とか、皮脂とかで結構汚れがつきやすかったりもするかと思うんですよね。今日はですね、帽子のケア問題をですね、まあ、少しでも解決できたらいいかなと思って、今回、撮影していきたいと思います。まずですね、帽子の洗い方というものですね、一般的なものですね、ちょっと調べてみたいと思うんですけれども、ですね、洗面器などの容器にぬるま湯を入れ、おしゃれ着用洗剤または液体中性洗剤をよく溶かします。ここに帽子を入れて全体を優しく押すようにしながら洗います。チャップの場合、プロの部分は汗を吸収して汚れがひどい状態なので、特に手で小手洗いをしましょう。普段は折り曲げたりする、固くずれしやすくなるので優しく洗いますと、まあ、長々と書いてあります。正直めんどくさいですね。今回はですね、当店ミスチーフで扱っているあるケアブランドの商品を使ってやっていきたいと思います。はい、そのあるケア用品というのはこちらですね。過去にミスチーフチャンネルでご紹介しました滝沢さんにも来ていただいて、ご一緒にケアをさせてもらったこのスニーカーラボですね。こちらをですね、使って帽子をきれいにしていきたいと思います。というわけで今回ケアしていく帽子はこちらですね、初代ミスチーフキャップ、ご存知の方はあんまりいないかもしれないんですけれども、自分が勝手に作ったミスチーフのキャップなんですけれども、しばらく被ってなかったので、だいぶこう汚れといいますか、ホコリとかも結構溜まっちゃって、結構汚い感じには、ね、なっちゃってるんですけれども、こちらをやっていきたいと思います。今日実際に使っていきますのは、こちらですね、キットにも入ってます、一番定番のやつですね、 SC スニーカークリーナーですね。こちらを使っていくのと、こちらもセットに入ってます、ブラシですね。そしてこういったタオルとか雑巾のような、まあ、綺麗な布ですね、拭き取り用のものをご用意していただきます。そしてこちらですね、今回のケアにも水を使うんですけれども、こういった本当にコップみたいなものに入れていただければ十分ですね。そうしましたらまずですね、こちらに、ホコリがちょっと溜まってますので、ブラシでですね、軽くホコリを取っていただきます。こちらホコリが取れましたら、こちらの SC を使って、まず汚れを浮かしていく作業になりますね。数回プッシュしていただきまして、こちらですね、まず汚れを分解させるという時間が必要なので、まあ、ここから1分2分ですかね、ちょっと浸透させるというか、ちょっと待っていただきます。そして時間が経ちまして、成分がこう浸透して汚れを分解してくれていますので、こちらはですね、ブラシを使ってかき出すという作業になっていきます。この時にこのブラシをですね、少し水に濡らして、水をしっかり切る、この濡れたブラシでちょっとこう擦るような感じですね。はい、まあ、この辺はもうスニーカーのケアと同じですね。で、擦りましたら、雑巾で拭き取る作業になります。他にも、汚れがある部分、もしくは頑固な汚れがありましたら、これを複数回繰り返していただくことになります。内側なんかもやってみたいと思います。特にこの内側の部分なんかは結構汗とかもつきやすい場所なので、ここなんかはしっかりとやっていただきたいかなと思います。これで乾かして完了になるんですけれども、一般的な、さっきネットで調べた帽子の洗い方なんかよりはかなり簡単、手軽にできるのかなと思います。こちらのスニーカーラボの商品ですと、汚れを分解する力っていうのがしばらく長続きしますので、一回やっていただければ、さらにそこをですね、まあ、その菌がつきにくかったりとか、匂いの原因になるそういった汗とか菌っていうのを繁殖を抑えることもできますね。なのでしばらく綺麗な状態を保てるということになります。まあ、ウイルス的なところにはちょっと敏感になっている方も多いかと思いますので、こういったものをしておけば、まあ、いわゆる抗菌的な効果もあるということなので、非常におすすめのケア方法になります。ただ割と手軽なんですけれども、これでも面倒くさいという方も、まあ、正直いらっしゃると思うんですよね。なので、こちらさらに改良しました応用編という形でやっていきたいと思うんですけれども、まあ、特に内側の部分なんかは結構ブラシやるのめんどくさいので、
こちらなんかね非常にいいかもしれないですね。そこで使っていくのがこちらですね、スニーカーラボのスニーカーワイプス、あのウェットティッシュタイプのやつですね。これを使っていくとさらに気軽にできるのかなというところで、こちらですね使ってみたいと思います。使い方は簡単ですね。先ほどの SC をですねまた、こちらにプッシュして、汚れをですね、まあ、分解させるために浸透させていただいて、この部分にですねこちらのワイプスを使ってブラシの代わりにこちらで汚れを出していくということになります。もう簡単ですね。もうウェットティッシュタイプなんでこの拭くだけになりますね。こちらなんかはもう成分たっぷり入ってますので、こうやってよく泡立ちもありますね。これだけで完了になります。ワイプスを使っていただくと本当に拭くだけになりますので簡単ですね。で、SC とワイプスを併用していただくとより効果が高いのかなと思いますので、こちら非常にお手軽でおすすめとなっております。特にこの汗とかつきやすい内側の部分なんかはですね、汚れもたまりがちですし、匂いとかも出てきてしまう可能性もありますので、まあ、定期的にこうやったケアをしていただければより気持ちよくかぶっていただけるのかなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですねスニーカーラボを使った帽子のケア方法ですね、まあ、簡単ではありますが説明させていただきました。そして他にもですね、ニューエラから出てますキャップライナーですね、こちらなんかも非常におすすめでして、このキャップのこのおでこの部分ですねにこのライナーを貼っていただくとですね、汚れを防止することができるものになります。これはですね外して洗濯することもできます。で、両面テープでつけるんですけれども、替えの両面テープっていうのもたくさん入ってますので、まあ、これをつけて汚れたら洗濯してまたつけてっていうことができます。特にお化粧される方なんかはここが非常に汚れやすいので、あのファンデーションとかですね、なんでこういうのをつけてもらうとですね帽子もかなり綺麗に保てるのかなと思います。こういった便利グッズも当店販売してますので、よかったらチェックしてみてください。この頃いろいろな感染症とかもありまして、外出自粛なんて言われてますけれども、まあ、お家でこういった靴もそうですけれども、いろんなケアとかをですねこだわってやってみたら面白いのかなと思いますので、よかったらですね参考にしていただけたらいいかなと思います。というわけで今回のミスチーフチャンネルは以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回のミスチーフチャンネルもお願いいたします。